はい、POG2024 から25キャロットクラブ関西馬前頭チェック、まあ、今回がラストですね。85番から92番まで見ていってしまいたいと思います。秘密結社笛神総帥発注でございます。というわけでね、まあ、今回結構ね、最後の方がね、あの丸替えとか持ち込み場で締められるんで、まあ、逆にね、比較的要チェックな血統が詰まっているかなというところになってくると思うんですけどね、早速見ていきたいと思います。まずは募集番号85番ブルーメンクローネの22、牝馬父ミッキーアイル母の父キングカメハメハ、募集価格2800万円で立東奥村豊厩舎、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が12歳、祖母ブルーメンブラッドはマイルチャンピオンシップの勝ち馬で馬体重は募集時で441キロ。まあ、この馬ブルーメンクローネの弟がですね、現3歳世代の、まあ、東京新馬勝ち第1号と、まあ、キューバ審査の、ね、勝利を見せた素質馬、まあ、ファルコンステークスあたりで、ね、もう人気で負けてましたけれども、まあ、とはいえね、トースポ杯 G2 買って、まあ、もしかしたら多分このまま賞金でね、皐月賞とか出てきても逆にいいんじゃないか、マイルチャンピオンシップとか挑んでもいいんじゃないかというところなんだけど、どうするのかねという感じです。まあ、それだけね、まあ、一応こう名品の孫ってことに今度はなってくるんで、まあ、走りそうな配合だなという印象はあります。まあ、ただね、厩舎がまだこれからというね、実績のね、まあ、若手といえる年代かなの厩舎なんでね、頑張ってもらいたいなというところにはなってしまうかなという気がしています。まあ、そして募集番号86番、ソプラドイラインクの22、ボバ父リアルスティール母の父インクルード、募集価格3600万円で立東大人支給者、出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんはアルゼンチンの G1 に勝馬で馬体重は453キロ。まあ、ただね、大人支給者がね、確かね、来年2025年の3月で定年のはずなんですよね。途中転休確定となると、そこまで、そして、うん、ね、それからってのことがどうなるかっていうのがね、まあ、非常にこうややこしいことにならないような、まあ、そのいうレベルの馬なのかなっていう、まあ、そんな気がしてきてしまうところですね。まあ、そして募集番号87番、ビートマルシェの22、牝馬父里のアラジン母の父フレンチデプティ、募集価格3000万円で立東の矢作厩舎、出産時の母の年齢が20歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、祖母競泳マーチは大花賞馬、お姉さんのマルシュロレーヌはブリーダーズカップディスタフの勝ち馬、アメリカの G1 馬ですね。まあ、マルシュロレーヌと同じ厩舎といってもね、母20歳児産区、まあ、母20歳を超えた産区でもね、ダービー馬を出した例っていうのは日本関連の血統で、まあ、ここ20年でね、3、4頭いるんですけども、全部ね、前年空体っていう条件がついてるんですよね。まあ、つまり、さすがにね、20歳超えてきた高齢出産でね、子供を抱えながら、まあ、血のみ子を抱えながらね、まあ、その上で妊娠もしているって状態っていうのは、あの産区の栄養状態に非常に問題があるんじゃないか、みたいな説がね、成立するんでね、これはちょっと信頼しづらいところだな、という気はしています。そして募集番号88番、ペルレンケッテの22、ボバ父ダンカーク母の父ディープインパクト、募集価格3000万円で立東寺島厩舎、出産時の母の年齢が14歳、母出産時の祖母の年齢が11歳、お兄さんのミルテンベルグは、小倉に際していくス2着、祖母プンティラはドイツオークス馬、まあ、募集時の馬体重で416キロと、やや高齢なボバで、まあ、高齢出産といえる領域に入ってきましたね。14歳児の産区、お兄さんがね、早期デビューでちょっと活躍しているあたり、まあ、同じく早期デビューなら、まあ、2歳夏とかね、その辺に適性がありそうな点だけはプラス要素なんでね、まあ、これはもう今後の情報を見極めて、早期入厩ならとかね、そういう条件がつくとはね、思いますが、一応まあ、少しか、こう、考慮はしておいてもいいのかなぐらいですかね。まあ、そして募集番号89番、パドゥバルスの22、ボバ。父ハービンジャー、母の父エピファネイア、募集価格3600万円で立東武秀典厩舎、出産時の母の年齢が5歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、4代母がバレークイーンということでね、まあ、バレークイーンも未出走馬なので、まあ、4親等以内には活躍馬がなしということになります。まあ、そう考えるとね、ちょっと、まあ、そこでまず1枚割引、武秀典厩舎まだ結果が出てない割かてで、またさらに1枚割引というところ。ただね、まあ、僕が注目する要因としては、まあ、母優先持っているっていうのもあるんですが、この世代の社大グループでは唯一サンデーの 4×3 というね、インブリードを持った繁殖牝馬からの産区、
まあ、それゆえにね、このパドゥバルスに何を種付けしていくかっていうのは、まあ、ある程度ね、ノーザンファームの意向というのを、こう、最初にチェックする上では重要なところ、まあ、つまりサンデーの 4×3 同士を、こう、インブリードさせて、サンデーの 4×5×4×5 みたいなので、サンデーの血量18.75%みたいなのを維持していくのか、まあ、もっとサンデーが上の台にいる種牡馬しかつけないのか、まあ、それともサンデー系とのインブリードはまた行わないのかみたいなね、まあ、そういう配合パターンを見ていく上で、まあ、比較的ね、チェック対象としては大事な存在なのかななんていうふうには、まあ、思っていますので、まあ、母優先もっていうことを含めて、まあ、気にしているところ、ただね、まあ、4進等以内活躍馬なし、厩舎も若手っていうところから、母優先使って100%取りに行くのか、まあ、一般でも3割から5割ぐらいは取れるやろという感じで、まあ、1枚ね、落とすのかと思ったところ、まあ、馬体の評判自体はね、格段に良くて、まあ、調教もね、早期で動けているみたいな状況がさ、ね、2月、3月の時点であるんでね、まあ、ちょっとしくじったかなとは思いつつ、一般で言って落選してます。まあ、そんな感じですね。まあ、そして90番、ビットレートの22、ボバ。父、馬後、母の父、スペシャルウィーク募集価格3000万円で、立東、池添、学ぶ厩舎。出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が10歳、お母さんのお兄さんに、札幌2歳ステークス3着のハイヤーレート、祖母のスルーレートは、フラワーカップ2着、クイーン賞3着と、馬体重は436キロ、初子の牝馬は未勝利だったものの、まあ、一応 POG 機関から結果を出している牝系、まあ、馬後産駒っていう点もね、馬後はね、まあ、協会種牡馬で、まあ、それゆえにね、こう、馬後、馬後、馬後って言って、こう、種付けをね、売り込む人がいない影響もあって、まあ、種付け数が乱高下しやすい種牡馬だったり、まあ、協会種牡馬のね、成功パターンって大体そうよね、という、ちょっと残念な扱いを受けてしまった、まあ、名種牡馬だったりはするんですけれども、まあ、ノーザンファームでね、作ってこうやって出してくる以上、まあ、馬後産駒もね、かなりの打率を誇っているんで、これはね、もう要チェックかな、という気がしますね。まあ、そして募集番号91番、インピードの22、牝馬、父フランケル、母の父、ベーテッドブレス、募集価格5000万円。で、立東の高野厩舎、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が21歳、お母さんのお兄さんにカドラン賞を買ったリーフスケープ、募集時の馬体重で424キロ、お母さんのね、お兄さん4頭がね、重賞勝ち、特にカドラン賞 G1 を勝ったのがリーフスケープというような血統ですね。まあ、お母さん自身は祖母21歳児の産駒ですが、お母さん自身がまだ若いのと、この馬がね、父フランケルっていうね、プレミア感、まあ、このあたりでね、ちょっとこう、要チェックの対象にはなってくるかなというふうには見えます。そして募集番号92番、エルビバスセカンドの22、ボバ、父、サクソンウォリア、母の父、キャッチャーインザライ、募集価格4400万円で、立東、長谷川厩舎、出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が9歳、お母さんはアルゼンチンの G1 馬で、馬体重は募集時で441キロ。まあ、アルゼンチンの牝系多いね、今回チェックしただけでも2頭いたでしょう、アルゼンチンの G1 馬みたいなの。まあ、そうなってくるとね、アルゼンチンの G1 馬、日本が引っこ抜きすぎてね、アルゼンチンの馬産レベルがかなり不安になってくるようなね、まあ、そんな気もしなくもないぐらいのところなんだけれども、厩舎が若手に入った方、まあ、美保の方の募集のサクソンウォリアー産駒は、今年凱旋門賞のね、まあ、2023年遠征した、尾関厩舎のキャロットだったりするんだけれども、まあ、こっちはね、まだこれからの若手厩舎、長谷川。まあ、長谷川先生もね、もちろん頑張っていらっしゃる。まあ、そしてね、あれなんだけど、まだ開業から間もない、こう、積み重ねてきた実績の差で見ると、というところでね、まあ、若手厩舎に入った方っていうところにもなるので、まあ、今回はね、評価としてはどっちになるかなという感じで、まあ、こんなところでね、見ていきたいと思います。以上、ハッチーでした。